特殊清掃員だけど、質問ある？見バレしない程度に答えるよ。あんなのよくできるな。慣れるもんなの？介護職してた時も、子とか全然平気だったし、小学生の頃からこういう仕事に興味あったからね。慣れもあると思うけど、無理な人は本当に無理だと思う。現金見つけたことある？あるよ。遺品整理でもタンスから大金が出てくることとかある。悪い業者はそのまま懐に入れる人もいるらしいけど、自分は依頼人さんにちゃんと渡すよ。金高いの？給料のことかな？私は日給制だけどかなりもらえるよ。ひどい孤独、現場だと金額が上がる。遺品整理でもそこそこ稼げるかな。依頼する費用って意味ならまあまあかかるかも。どのくらい物が多いかとかにもよるけどね。遺品整理とかぼったくりレベルで高い。なぜあんなに高いのか。まあ、葬儀屋もぼったくりだが。ぼったくりの業者に当たったのかな？すべてのものを、として捨てる業者は、5の処分費が高いから高いところが多いよ。5の分別をしっかりして、ただで引き取ってもらえるものは引き取ってもらったりして利益を出してるとこは、安いと思う。説明下手でごめんね、伝わりづらいかも。年齢は？ 19 歳。特殊清掃するときって氏は湧いてない？氏湧いてるよ。結構大きくて茶色っぽいんだなって思った。ゆっくり動いててちょっと可愛い。汚いから片付けるけどね。タイに湧いた氏が可愛いとか正気かよ。タイはないからあんまり気持ち悪いとは思わないかな。ゴキブリとかが突然出てくる方がビビる。若いのにようやるわ。そもそも孤独とかそんなたくさんあるもんなんか？転職だと思ってます。結構ありますね。遺品整理とかハウスクリーニングも含めると、いっぱい仕事あります。今までで一番グー、買った現場は？昨日の現場かな。玄関でなくなってたんだけど髪の毛へばりついてるし、真っ黒になって床に染み込んでるし、ドア開けた瞬間に匂いやばすぎて防毒マスクつけよって思った。ちょっと換気してたらご近所さんが鼻を押さえて通ってたから、そっと窓を閉めたよ。同様ですね。オゾンの匂い好き。仲間だ。オゾンの匂い気持ち悪くなりませんか？社長に吸ったら、ぬよ、って言われてるので思いっきり嗅いだことはないですけど、離れてても気持ち悪くなります。なんか慣れたらオゾン臭好きになった。未だに慣れないのは、お風呂の湯船で亡くなった時のドロドロの匂い。あれは苦手だわ。普通の孤独、体の匂いとは別で、なんか個人的に無理です。体に気をつけて。お風呂はまだ経験したことないけどすごいらしいね。覚悟しとくよ。今度世話になるからよろしくな。悲しいことだけど、これからどんどん孤独が増えると思うよ。お酒とた、子が大量に転がってる部屋多いから、そういう生活してるなら気をつけてね。綺麗にはしてるけどさ、いろいろあって世話になるわ。みっともないから、できるだけ物理的にもそれ以外の意味でも、綺麗にするつもりだけどね。そうなのか。本当はこの仕事が必要なくなるのが夢だけど、もしあなたがそうなったら責任持って片付けるから安心してね。どこで求人見つけたの？母が葬儀関係の仕事でつながりがあったんだ。中卒で精神感あって、逮捕歴も補導歴もあって、コンビニも介護職もうまくできなくて、ノートを持ってたら社長が拾ってくれた。本当に感謝してるよ。精神感あるから、その若さでこういう仕事ができるのか、元ヤンだから動じないのか、その両方なのかどれ？精神感持つ前の小学生の頃から、夏休みの自由研究で人間は、ぬとどうやって腐っていくのかを、情報集めて持って行って先生困らせたりしてたから、もともとそういう性質なのかな？って感じ。人はみんないつか、主ね。俺にはわからん感覚だけど、ヤンキー時代の君は強かったろうね。何するかわからんという意味で、やばいやつだったように思う。暴れたり物壊したりして精神病院に何度か入れられてるから、本当に当時迷惑をかけた人には申し訳ないと思ってる。感染症とか大丈夫なの？体液とかを直接触るのは危険だけど、基本的に手袋何重にもして、防護服も着てマスクもしてるから大丈夫だよ。ただ、初めて孤独、現場を片付けた時、終わってめっちゃ関節痛くなって、高熱出てしんどかったことはある。不衛生なのは確かだからね。インフルじゃなくて、その頃はコロナもなかったから、おそらく現場で菌を拾ったんだと思う。よくよく考えたら、見ず知らずの人のフラン、体片付けて掃除までしてくれるとか成人だよな。片付けるときに、体はないからね。ただ体液とか髪の毛とかは残ってるよ。夏場とかやばそう。ボトラー。自分はまだそういう家に当たったことはないけど、ちょこちょこあるみたい。うちが可愛いわ。ネクロマンサーではないんだろうけどすげえよな。ネクロマンサー。不謹慎って言われそうだからあんまり人には言わないけど、なぜか平気なんだよな。うっかり踏んじゃうとごめんってなる。まあ可愛くても片付けるけどさ。トイレ掃除とか介護できる人もすごいと思う。介護職は子は平気だったけど、人の命預かってるプレッシャーがしんどかったな。ご飯と味噌汁とおかずを混ぜて、ミキサーでドロドロにしたご飯とか食べさせてると、つい、この人は幸せなのかな、とか考えてしまったから、私には向いてなかった。どの仕事も大変だよね、みんなすごいよ。夏場とかやばそう。夏はやばいです。電気止まって、冷蔵庫のものが全部腐ってる時もやばいです。体そのものは警察が片付けた後だよね。そうそう、だから遺体を見ることはないよ。何か身についたことあるの？特殊清掃って言うけど、結局匂いや汚れを落とすのは掃除が一番だから、掃除スキルは身につくかな。下着とかよくある？まあお家片付けてたら出てくるよ。ポンポン後、袋に放り込むけどね。そうなんか、新品っぽくても？うん、もちろん後、だよ。持って帰ってもどうすんのって感じだしね。高いのとか売れそうだなと思って。まあそうか。うちの会社は遺品整理の場合は、衣服系は下着は5にするね。それ以外は呉服系やコート系。ブランドだとわかるものとかは中古として売りに出すし、お客様には家電家具や小物系売りに出すとか、それ前提で料金割引したり手数料もらって買い取り代行とか、いろいろ対応してる。特殊清掃の現場の場合、衣服系は全廃棄だね。なるほどな。遺品整理はやっぱ売るんね。仕事としてはめちゃくちゃめんどくさいけどね。掃除しながら引っ越し業者みたいに梱包して、売るものと仕分けながら、その場である程度査定して選別してトラック分けたり、積み込みも売り物だから雑にできないし、全部廃棄だと本当に楽なんだ。自分は仕分けを楽しいと感じるけど、大変なのは大変だよね。分別がよくわからんものもあるけど。国が対策しなければ、これからウハウハな業界だと思う。社長が、いつかこの仕事が必要なくなるのが夢って言ってて、自分もそう思ってるよ。相場がわかりにくいからってぼったくる業者は良くないから、なんとかするべきだと思う。相場なんて相見積もり取ればすぐわかるでしょ。他の業者はものすごく高く言ったからここを選びましたって人もいるから、もしそこしか見積もりせずに選んでたら、ぼったくられてただろうなって人はいるよ。安すぎるのも不安とかいう人もいるし、家族が孤独して辛くて余裕ない人も多いからね。そんなの綺麗事だ。俺は UR に住んでるが、周りは独居老人だらけ。今年の夏も一人亡くなったが、その人はたまたま娘さんがいたからすぐ見つかったけど、身寄りがない人はそうはいかない。しかも人と関わりを持ちたくない老人もたくさんいるのが現実だからな。布すら許されない世界が望みなの？って違う意味だろうけどね。布が許されないっていうわけじゃないよ。孤独する人はセルフネグレクトの状態になって、助けを求められずに苦しんで亡くなることが多いから、そうやって辛い思いをして亡くなってからも気づかれずに放置される、悲しい最後の人が少なくなればいいなっていうこと。ごめん意地悪だったね。でも難しいね。人それぞれ色々あるから。一人の方が好きって人もいるだろうからとにかく人とつながりを持てばいいってわけでもないしね。難しいよね。文章だけできつい。ようできるな。無理な人も多いと思うよ。自分はなんでなんとも思わない、かっこ思えない、のか、自分でも不思議。特殊清掃って重度になると内装系のスキルも結構いるから、そこでも向き不向きがあるかも。匂いは染み込むから、床板剥がしたり建材の一部を切除したり、またそれに伴って補強工事したりもするし、特に匂い残す業者はこの部分が雑なんだ。床板は剥がすけど、その下の建材とか手つかずで匂い残ったりね。コロナの消毒なんかやってる人らも、特殊清掃の人たちなんでしょ？そうそう、そういう依頼もあるね。若い女のやる仕事なの？女ってバレた。接客とか人間相手の仕事は本当に苦手なんだ。女かよ、大丈夫か？いろんな意味で大丈夫か？依頼人のおじさんにせ、晴らされることはある？けどこれは何の仕事しててもありえるよね。まあ、普通にいい意味で若い男の文体ではないわな。掃除に男も女もないし、力仕事がないなら別に不利にはならないよな。なるほど、観察力すごいね。金庫が出てきて運んだりするときは男性が何人か来てくれることが多いから、力仕事で困ったことは今のところないかな。実際家具引き取ったり動かしたり、紙ゴミや金属、ミや段ボールに詰めて出したり、想像以上に力仕事多いけど、清掃ってチームでするから分業できるんだよな。うちの会社も女性いるしね。確かに力仕事は意外と多いけど、普通程度の力があったらそんなに困らないよね。階段しかない建物で、4階から大量の荷物を運んだときはしんどかったけど、誰が、体があった周辺を処理するか、とかで揉めないの？揉めない、それが嫌な人は多分やってない。みんなで手分けして協力して綺麗にするよ。遺体は回収されてるのになんで字ってわかるの？社長は警察と話したり、依頼人さんから聞いたりしてるみたいだよ。どんな人がどうやって亡くなったか分かってたら、社長と海賊の方が教えてくれたりする。釣った時の縄はそのまま残ってるとかないよね？縄の傷跡なら残ってたことはある。実はまだ字の現場が当たったことはないんだ。私が経験した中では、お酒の飲みすぎで体壊して突然、お吐いて亡くなった人とか、高齢者の一人暮らしで亡くなったとかが多いかな。これからはヒートショックが増えてくると思うよ。ハウスクリーニングより気を使わなくて良さそうなイメージだけど、実際どうなんだろう。ハウスクリーニングもすることもあるよ。ただ普通の生活の汚れとはまた違うから、タンパク質落としやすい洗剤使ったり、消毒や消臭をしっかりしたりするよ。お疲れ様。腐れへんの現場とか大変だろ。ありがとう。やばい現場に当たると、ドア開けた瞬間おーってなるけどなかなか楽しいよ。スレは以上で終わっていました。お次は2017年の6月に建てられたスレをご紹介します。特殊清掃の仕事をしてるけど質問ある？なかったら泣く。ないです。泣きました。手取りなんぼ？固定給プラス部合なんだけど、仕事多いと48いく。今月は30くらいだと思う。孤独した部屋とか掃除する人せやで。なんでその仕事選んだの？もともとハウスクリーニングの仕事してて、オーナーが人手不足だからって言って手伝ったのがきっかけ。ただ休み多くて給料そこそこもらえるから、辞められなくなった。疲れそう。精神的な面を考慮してやりたくないって人多いけど、体力的にも本当にドカタレベルでしんどい。ジャンププラスの特殊清掃の漫画読んだ？読んでない。何それ気になる。ウジだらけのとかいるの？冬場は大したことないけど、もうすでにこの季節はウジ虫すごいよ。求人ある？うちの会社は広告とか出してないけど募集してる。特殊清掃の仕事って求人出すこと少ない気がする。一番きつかった現場は？どれも基本きついけど、布団の上じゃないところで亡くなった方の家は大変、床がすごいことになっちゃうから。はい、サンクス。そういう布団とか床材とか、遺体で汚れたものの処分ってどうしてるの？さらに専門の処分屋があるの？それは今よくわからないけど、会社に普通のご収集車よく来るから、民間の業者が持ってってんのかね？多分。月にいくら休みと給料もらえる？その仕事してから何か価値観変わった？人に仕事のこと言った反応は？シフト制で月8から10休みあると思う。あと今日なんかもそうだけど、現場次第で仕事終わるのが早くて最高。給料は基本給プラス部合だから本当にまちまちだけど、手取りで25下回ることはない。最高で48万くらいもらった。やっぱり仕事が仕事だし、いい顔はされない。特殊清掃って何？清掃ってもしかして邪魔者を掃除する的なやつ？邪魔者とは、特殊清掃って、亡くなった方の家とかの匂いとかシミを取る仕事。体は見ることない。補修ってどんな感じ？ガスマスクつけていくの？多分普通に生活してる人たちは嗅いだことない匂いだと思う。2年やってある程度慣れたけどまだきついし。ガスマスクとかつけたい。普通に Amazon とかで売ってる、分厚いマスク屋でうちの会社は、明日も仕事かー、いつまで俺この仕事してるんだろ。バラバラ、タイとか集めたことある？そういうのは警察とかの仕事だと思う。そもそも回収された後の現場だから、仕事で、タイ見たことない。学歴資格は必要あんの？わいは大学中退のポンコツだけど学歴関係ないで。変な話大卒でもできない人いるだろうし、中卒でも60とか稼いじゃう人いるだろうし、なんせ業種が特殊だから本当に向いてる人だけ来て、って感じ。普通に関係あるやろ。にわかか？いやいやホームクリーニングの仕事でさえ中卒でも働いてるのに、特殊清掃なんて学歴問われる会社なかなかないと思うで、待遇がいいってだけで世間体は土方と変わらんと思うし。ハローに募集ある？場所によると思うけど、そもそも特殊清掃の仕事の求人ってあんま見たことないな。もしやりたいのであれば、ネットで会社探して直接電話してみ、割と採用してもらえると思うよ。体に匂いつかないの？めっちゃつく。この仕事始めてから安い洗濯機買って庭に置いた。溶けてる。タイは病院行ってから火葬場か？その辺の、タイ事情はわからないんよね。特殊清掃って言っても、タイには関わらないから。でも明らかにこれ溶けたんやろなみたいな現場は本当にきついから、あれ、態度になってんだろうね本当に、焼けるのかな。知り合いから頼まれてたまに手伝いに行ってたけど、俺黒いのも大丈夫ですよってやつに限って、タイヤ現場見て吐いたり、気持ち悪くなって休んでるんだよな。こいつすぐ辞めちゃうだろうなみたいな弱々しい子が意外と続いたり、職人気質のゴリゴリが初日に体調崩して帰ってこなくなったりとか、本当に向き不向きあると思う。大体ゴキかハエみたいな虫が大量にいる場所に耐えれないんだよな。生ゴだらけでウジだらけの場所は本当に辛かった。弱々しい子でも、家が農家とかだとあまり気にせずガンガン清掃してたな。めっちゃ頼りになったわ。俺カブトムシも触れない人だったけど、なんかもう何も感じなくなったよ。この仕事は何も躊躇なく汚いことできる子が活躍できるからね。給料も不合だからついてくるしいい仕事だとは思う。県に一つは会社あるもんなの？絶対ある。一つどころじゃないと思う。個人事業主みたいな形が多いと思うから、ホームページとかがあるかって言われるとまた微妙だけど、必ずある。結構もらってるね。都会？全然、都内とかだともっともらえるのかね。雇って。いいで、きついけど稼げるし本当におすすめ。タイの匂いがこびりついて落ちないってよく聞くけど本当？自分じゃわからないし、風呂入ればある程度は落ちると思うんだけどどうなんやろ。ただ通勤に電車とかは使えない絶対。やっぱり窃盗しまくるの？したことないというか、みんな早く終わらせるのに必死で、そんなこと考える余力もない。力仕事なん？力仕事も普通にある。家具運び出してまたしまったりとかそのレベルだけど。だいぶいいね。ゴキブリが飛び交ったりしてないならやりたい。ゴキブリは普通にいる。虫全般に耐性つくから大丈夫だよ。部屋の冷暖房や換気扇は使わせてもらえないよね。ライフライン系は親族とか対価とかの許可を得れば全然使っていいんだけど、換気扇使うと外に空気いっちゃうから NG なんだよね。締め切った空間だし辛い。虫だらけは無理だわ。慣れがあるとはいえ、ハート強くないとできなさそう。せやな。社員もバイトも入れ替わり超激しいし、俺今年で3年目だけど、現場出てる人間の中じゃ一番長いし先輩が欲しい。解体屋のバイトしてた時に、特殊清掃行ったことあるわ。内装解体って聞いてたのに清掃までやらされたで。釣りだったらしく、下にあった布団とカーペットがやばかったわ。他業種の人間に特殊清掃させるとか、とんでもない会社やな。俺も今月、ぬつもりだけど、やっぱこの時期1週間も経ったらやばいのかな。別にそんなの清掃業者は仕事出し気にしなくていいけど、なんで、見たいんだよ。考え直してみないか。何歳？嫁とか彼女は？恋人はその仕事のこと知ってる？22、彼女いる。仕事のことは知ってるし、理解もある。いい彼女さんだね。幸せになるんだよ。ありだろう。一番すごかった。タイはどんな感じ？出来とか？タイが回収された後の現場だから、タイは関わらないんや。ただ風呂場での出来とかってある程度掃除したらバスタブごと交換しちゃうから楽。どんな匂いなの？腐りすぎてこれ以上嗅いでたら、ヌアレベルの匂い。ただ実際、7石頑張ればなんとかなる。遺品整理とかもやるの？やらない。それはまた別の業者がいると思う。猫屋敷の消臭はどうするの？やったことないからわからんけど、孤独しちゃった家で、犬猫が一緒に、じゃった時は人間と同様の措置を取るよ。去年縁切りしてた親父が孤独して、特殊清掃プラス遺品整理でお世話になったわ。全部込み込みで35万なり。業者来る前に現場確認で部屋に入ったんだが、あれは匂いがやばい。なんか人の持つ本能でここで、出るぞってサインらしいな。トイレ用芳香剤2本とファブリーズ3本ぶちまけたが、それでも、臭が残ったわ。遺品整理込みで35は安いと思うぞ。そうそう、普通に生活してたら嗅ぐはずのない強烈な匂いするよな。そちらへ転職を考え始めた俺にアドバイスくれますか？続けられるかもって思うんなら、本当に稼げるし拘束時間短いし、いい職業だとは思うよ。今の時代昔より仕事多いらしいしね。いつもお疲れ様です。ありがとうございますとしか言えないわ。仕事だしええんやで、ありがとう。はい。質問はないけどスレ主大変や。これからの季節大変だろうが頑張って。夏はしんどいけど稼げるから頑張るでー。ありがとう。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2020年の9月に建てられたスレを見ていきましょう。特殊清掃員だけど質問ある？話せる範囲で答える。手取り、年収は？手取りだと38万。年収600くらい。最も悲惨な現場は？孤独は稀によくあるけど、一番きつかったのはドロッドロの首、離現場。ひえ、ドロドロってどういうこと？で時間が経ちすぎてんねん。肉が腐敗して液状化しとるんやけど、それに石柱が立ってた感じやな。ロサにはなれるんやけど、神秘的な感じに心が来ることがある。ワイもやりたい。風呂なし賃貸借りて、戦闘に行った方がいいぞ。タイ本体は警察が持っていく？程度によるぞ。基本はイラに声かかるときにはあらかた話がついた後やから、初めからどういう処理するか決まってんねん。大家からも金取る？依頼主から取るんや。それが行政か民間かは時と場合による。Y は現場作業員やから気にしてへんけどな。脳幹がズドーンとやられている自覚はあるか？どういう意味かわからんが。きついのは匂い、これに尽きる。差は1年でどうにかなるけど、匂いはマジでなれん。本能的なもんなんやろか？ Y は、お吐き尽くしたソファを運んだことがあるやが、冷静なつもりの Y でも、5メートル下、お吐いたわ。精神的な王と、反射的な王がある？新人は匂いで反射的な王かますから、気持ちはわかる。しかし、線の匂いは Y は知らん。線は鉄の匂いやで。鉄の匂いの方がまだマシやな。人間の腐った、臭ってやっぱきついんやな。想像を絶するぞ。が一番臭くなる。あれが、の匂いなのかは知らんが、ワイらの職場ではとあるテストというか適性を判断する儀式がある。髪の毛を2、3本抜いて、ライターで燃やしてその匂いを嗅がせるんや。なぜか知らんが、これがダメなやつは長続きしない。お前らもやってみたらいい？ライターがあればできる。わかるわ。脇毛を燃やしたことあるしな。先輩曰く、人体から発される異臭がダメな人は絶対無理らしい。脇がとか口臭が苦手な人はすぐに心が折れる。人が、だ部屋以外も掃除すると聞いたがほんまか？ないぞ。少なくとも Y が出勤するときは 100% 何かがおだぶつになってる。やっぱ特殊清掃員は、タイ部屋専門家。Y が求人で見た情報と全然違うやんけ。なんでやろうと思ったの？職場によると思うで、少なくとも Y のとこはほぼ仏専門や。やろうと思った理由は、稼ぎがいいことと、単純に興味やな。の腐った匂いや。ゴキブリの子供がひまわりの種が動いとるんや大量に。ゴキブリは群がってないぞ。ハエやハエ、アトウジ。ハエトウジはいるけど、ゴキブリはいないとかあるんか？群がるって現場は見たことないな。そこらにちょいちょいいることはあるが、群がるのは基本ハエや。駅に行って雲処理とかもするん。Y はそういう現場見たことないが。Y のとこはしない。あれって駅員ちゃうの？知らんけど。ウジとかハエがいれば楽に香りは収まるんじゃね？ひまわりの種みたいなゴキブリの子供の大群見たことないんやな。ウジは意外と早い時期やねん。カチカチ。ガスが溜まる。完全に腐敗する。この辺りでウジ。肉が溶ける。白骨手前。白骨。腐敗中から肉が溶ける手前くらいが一番臭い。鼻敏感やからは無理やろな。実は得意苦手の範疇らしい。Y が最初の現場で先輩から言われたことは、初めて納豆を嗅ぐアフリカ人の気持ちになれ、やったわ。日本人からすると平気、両脇の持ちようや、と。霊障みたいなの経験ある？オカルト好きやからそういう話聞きたいわ。ないというか、ないから続けられているのかな。ほんとお疲れ様やな。スレ主みたいな人がいるおかげで綺麗な部屋に住める人がいるんやな。言わないでクレメンス、意外と心に来るのはそういう部分や。だ、現場もやったことある？ない。てか、だ、って判明してる時点でダメだぞ。仕事内容は匂い以外は楽？楽というか、無になれる。余計なこと考えないでできるな。もどきやな。そんくらい臭いから霊からなんとかしてください。言われん限りやりたくないわ。Y の日当1万やし。そんな深刻な感じで頼まれないらしい。Y は直で依頼を受けたことはないけど、意外と状況を知らされて事務的な話であっさりらしいで。遺品整理より清掃の方が明らかに辛いよな。辛さのベクトルが違うと思うで。ワイらはスピード勝負の短距離走者や。他はよくわからんけど、ケアとか含め色々やってんねろ。生きてる人相手の方が難易度高いで。孤独した人に多いのはどんなパターンなんや。仏さんの背景は特に知らされない？パターンとしては布団の上と風呂場が多い。性別やとどっちが多いんや。男かつ近所付き合いしてないとか。これはなんでか知らんが、断然男なんや。なんでやろ。こういう話を聞くにつけ、よそ様に大迷惑かけるのは嫌やな。せめて、ご数日内に見つけてもらえるような状態にしたいわ。夏場なら基本早めに見つかるで。そら悪臭がね。笑い、まあね。それはこの後も盛り上がっていました。少子高齢化社会ですし、特殊清掃の仕事は増えていく一方なのでしょうね。皆さんは特殊清掃をやってみたいと思いますか？